はい今回は人間の幸せとは4つあるというまあこちら話ですねあとですね本当に幸せの定義は4つなのかこちらについて考えてお伝えしていこうと思います今回もよろしくお願いいたしますこの人間の幸せとは4つあるっていう話がですね結構有名な話なんですがご存知の方もいらっしゃるかもしれませんそしてですねこの話にちょっと疑問を投げかける内容として 本当に幸せの定義は4つなのかと、まあ、そちらについてですね考えてお伝えしていこうと思います。今回もよろしくお願いいたします。人間の幸せとは4つあるっていう、まあ、この説があるんですが、まあ、その4つっていうのは何かっていうことをねまずお伝えしていきます。結構こちら有名な話なんでご存知のリスナーさんはいらっしゃるかもしれないんですが4つあります。1つ目、人に愛されること2つ目、人に褒められること 3つ目人の役に立つこと4つ目人から必要とされることこの4つがですね人間の幸せと言われてるんでこちらをまず1つずつ考えていこうと思います人に愛されることまあそうだろうなと思いますそしてまああのどのようにしたらこの人に愛されるのかっていうまあそういった話なんですねでまあこれっていうのは皆さんも思われるかもしれないんですが 人に愛されたい愛されたいと、まあ、願う気持ちはあるんですが人に愛されるためにはまずですね自分が人を愛することが大切であるっていうことなんですねだから自分が愛されたいと願う自分が愛されたいと、まあ、そういった受け身の気持ちではなく自分が人を愛するその主体的な能動的な気持ちでないと人に愛されるっていうことは、まあ、難しいっていうことですで 自分からです、ね、周囲の人に愛情をま注ぐことによってです、ね、周囲から例えばあの愛が返ってくるということで,でこれまあ難しい心理学の単語で,です、ね、おそらく変法性の法則というのがあるんですよ人に何かをすると何かが人から返ってくるというこの変法性の法則が働くので自分だけ愛されたいと願ったところでまあ難しいと、まあ、そういった話だと思います。2つ目 人に褒められることっていうことというですねで当然ですが僕も、まあ、リスナー様も思われると思いますが人に褒められるあるいは人に褒められたいと願うその気持ちは誰もが持っていると当たり前の話だと思うんですがこちらも同じく偏方性の法則がありまして人に褒められたいと願うだけではなかなかそれが難しいんですねだからまず自分から人を褒めるとで自分が人を褒めていると その人が今度自分にその偏方性の法則で戻ってきて褒めてくれるとだ人にしたことが自分に返ってくるっていう、まあ、そういった話ですね。で同様に 3つ目の人の役に立つこともそうなんですね。えー、自分が、ま、人の役に立つ、えーま、こと、ま、それもですね、えーま、人に何かをするっていうと、ま、そもそも人の役に立つこと自体がですね、えーまあ、あの幸せであると、ま、どんなに小さいことでもいいんで、誰かの役に立つことをすると、でそうすることによって、また自分に帰、えーね、ってくるっていう。でそのま、この際にですね、その見返りを求めるっていうのが良くないと言われていて、 あの単純に人に、えーまあ、役立つことをすること自体がそれ自体が幸せと感じるっていう、まあ、そういった話なんですね。でここまでの、えー、この3つですね人に愛される、えー、人に褒められる人の役に立つっていうことからあーそ,のそれを3つ合わして4つ目の人から必要とされる人間になるっていうことですね。 うんまあ、人を愛し人を褒めて人に役立つことをしていたら当然ですね人に愛されて人に褒められて、まあ、人に、まあ、役立たれる人間ということで人に必要とされる人間になっていくということですねこれまああのなんていうのかなあの、うん、む難しいところなんですがこの人,人にね必要とされる人から必要とされるにはあのまあ,あ どういった理由で人から必要とされるっていうことがまあ大切であるっていうことでまあこの一つの基準として自分にしかできないことがまああるとまあいいっていうことなんですねだからあの他の人と異なった差別化を図れるそういった人間であれば、えー、まああの人から必要とされると。で この,ですね、この人から必要とされるっていうことに関して特になんですがそれ以外の3つもね人から人に愛される人に褒められる人の役に立つそして最後の人から必要とされるっていうものはどういった場面で現れるのかっていうと仕事で現れるっていうことなんですよだ仕事においてこういった4つのことで幸せっていうことなんですがでここから考えるんですが 本当に幸せの定義は4つなのかっていうその問いは何かっていうと別に仕事だけではないですからね。で今っていうのは皆さんも思ってらっしゃると思いますし働き方も様々あのありますのでいろんな働き方が。 この必ずしも人間の幸せっていうのは4つに定義されないっていうことなんですよ、えー、まああの何ていうのかなまあ、何がって言われると僕もわからないですよ僕もあのまあ、幸せを追求してるんですけどまぁ、あ、なかなかね、えー、難しいなと思うところがあるんでまぁ、あ、幸せを追求していますけどわからないことがあるとでこれっていうのはあの他の方も言ってるものなんですがまあこの例えば他人の役に立つ、えー、まあ、その 人生、まあ、それは幸せだって言うんですがそれっていうのは他人があってのことなんで他人依存他者依存なんじゃないかっていうとも、えー、あの言われてるんですよだから何かっていうとこの他人依存他者依存ということになると他人がいなくなってしまった場合ですね、まあ、どうやったらあ自分の人生、えーまあ、幸せに生きていけるのかっていうことなんでこのですね、えー、幸せの定義は4つではないと思うんですよでそれ以上っていうのは まあ自分というか、まあ、僕もそうですしリスナー様が、えーまあ、考えるっていうのも失礼ですけど考えるっていうことだと思います。だからこういったことを、えー、まず疑問に持つようになってそこからそういうものを探すようになって、えー、そういったことから幸せに向かっていくんじゃないかとそのようにえ考えられるっていうことですね。この人間の幸せとは4つあるっていう、まあ、有名な話があるんですが別に4つだけではないですし本当に幸せの定義っていうのは別に4つだけではなく おの,おのまあ、僕もそうですし、まあ、皆さんも,もうそういうのを調べる、そういったことなんじゃないかと、まあ、今回はそういった件について考えてお伝えしてみました。まあ、僕もそうですしね、まあ、リスナー様も、まあ、どのようにしたら幸せになれるかということを考えられると思うんで、その際に今回のお話がですね、何か少しでも一つでも参考になっていただけるものがあれば何よりです。ということで、今回はここで終わりです。最後まで聞いていただきまして、ありがとうございました。失礼いたします。